よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。3月9日土曜日、モスクワエクスプレスの旅が今回も続いております。ご覧になっている景色はおそらく朝ベラルーシーに入ったところでございます。最初の大きな駅の近くを通っております。大きな建物も周辺にいっぱいありました。あれは何の建物なのでしょうか。何かの工場みたいですね。相変わらず外の景色は雪が多くて寒そうですね。まだ朝早いせいでしょうか、見える道にはあまり車が走っておりません。景色に見える色、様々なものが新鮮で見ていて気持ちいいです。大きな煙突、煙突から煙が出ておりますね。街並みが見えます。駅を通過しております。人気があまりないですね。あれは何の建物なのでしょうか。あ、人がいた。歩いております。ここにも人がいます。車も走っておりますね。ベラルーシ人でございます。大きな建物が見えます。あれは何の建物なんでしょうかね。工業的な印象を見受けられますね。
だんだん街並みが大きくなってきました。よち妻のパーソナル TV ステーション、アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。